2006年に、シュトルベルク市街に置かれたユリアーナの長蔵ユリアーナ、ツーシュトルベルクは、ドイツの封建領主、シュトルベルク博家の一員で、オラニエコウイレム一世の母親、オラニエナッサウ家の子孫の一人として知られる。シュトルベルク博暴徒とその妻のアンナ・フォン、エプシュタイン・ケーニヒシュタインの間の娘として生まれた。13歳になると、子供のない叔父のケーニヒシュタイン・ウンハク・エイバーハルトに、 引き取られ、ヘッセン地方のケーニヒシュタインのおじの宮廷で暮らした。1523年1月27日、ハーナウメンツェンベルク博フィリップ二世と結婚し、間に3男二乗を設けた。1529年に、フィリップ二世と死別すると、共同貢献人のナスサウディレンブルク博ビルヘルムと、共に未成年の息子フィリップ三世の貢献人として、伯爵領を収めた。 1531年9月、ユリアーナは、共同貢献人のナッサウハクと再婚し、前夫との間の子供たちを連れて、ディレンブルクに移った。2番目の夫との間には、オラニエ・ナッサウ家の第一世代となる12人の子供を、儲けた。死後、ディレンブルク市外の福音派教会に葬られた。最初の夫ハーナウハクとの間に5人の子女を儲けた。 2番目の夫ナッサウハクとの間に12人の市場を設けた。ありがとうございます。